今年一番印象に残ったキャラに対する一般先生たちの反応集。今年一番印象に残ったキャラ。悪魔が、半年で総決算5回やった女。ウライベで、12月24から25に夜の総決算した女。イベント期間中、前後した女。総決算5回、ってふざけてるのか？わけってなんだ？もしかしてあれか？どうせ先生は甘いんだから何回甘えてもいいだろうって。適当な名目使えば他の生徒の目をごまかせるとか名目あれば許されると思ったんだろ。言い訳なんてもうわかってんだよ。どうせ無法地帯だろうなんて考えで白昼堂々スケベなことしようってんだろ。イベント一覧で、青いまくったら青い出てくるの笑った。0日ぶりとかいう意味不明な総決算。もっとやっていいよ。年末年始は他の女たちに取られた女。受ける。言うか、ステイ。一瞬帰ったかと思ったら、新キャラ育成に必要な素材持ってきてくれた。下半期じゃなくて、下半身を総決算したんだろ。悪魔が、小雪のまま、百花繚乱の育成に使った新素材の出所は、大体葵が持ってきてくれたもんだから、マジで助かったな。優香とイロハの新しい側面を見せてくれた女。許せなかった。あの女、いや悪魔が、足りないものばっかりなんだから、常時総決算しろ。アイコン夜になってたり、匂わせ上手な女。ハイランダー生徒といい、悪魔定型と気軽に融合する。でも普通のイベントと違って、好きなとこ回っていいって言うし。単純計算、来年は10回総決算すると思われる。夜の総決算を本当にやるとはね。あと数日で総決算が終わる。総決算が終わるとどうなる？知らんのか、総決算が始まる。ゆうかいつも面倒かけてごめんね。でも葵のおかげで、ゆうかがやるはずの分の仕事まで片付いたから、シャーレのことは気にしないでよくなったから。もうディアボロの神秘だろこいつ。50% の確率で復活してる。レポートがいっぱいもらえたのも、素材がいっぱいもらえたのも、全部葵がいたからじゃないか。もうずっとシャーレに常駐してほしい。最近総決算ないから物足りないよね。この女ポットでなのに、先生の脳焼きすぎでしょ。ポットで、急に出てきてリンちゃんとグーガール始めたかと思ったら、先生に常駐。なんだかんだ、画面にいる期間だいぶ長くなったし。贅沢言わないから、月1ぐらいでやってくれ。連邦生徒会なら、先生と肉体関係になっても大丈夫だしな。何が良いって、完全についでで交換できるのが良い。さらにガチャタイプだと選ぶ必要すらない。少し集中してもらえるかしら？いえ仕事じゃなくて、私に、ハード回って、ついでにもらえるアイテムで引かせてくれるいい女、常駐してほしい。一時的でもいいんで、たまに帰ってほしい。警戒しないでうんぬんは、さすがにかわいそうになってきた。まあ先生って、結構役職持ち相手の初対面って、警戒しがちなところある。顔ちっちゃ。足なっか。ケツでっか。総決算ほやるほどに得だから、嫌う理由もないしな。お尻でかいのいいよね。子供3人は産んでくれそう。ウキウキでやってきた当番生徒の前で、慣れた手つきで先生のネクタイを直す葵概念好き。何その顔。悪魔が。夜アイコンは、間違いなくキス待ち顔だった。最近葵来てないな。連邦生徒会によるシャーレ私物化は許されない。毎月来ていいよ。なるほ、シャーレに処理する書類とかあんの？何の総決算したの？体だろ。先生を、たぶらかしたんだろ。悪魔が。それは死ぬほどあるだろ。優香のまま。先生、ちょっとお時間いただけますか。ほら、愛しの生徒さんが呼んでるわよ。行ってらっしゃい先生。あ、遅くなるんなら連絡してちょうだい。優香もお土産持ってきて。なんでこんなに通い妻感すごいんだろうな。最終編じゃそんな役回りだったのに、こんなことになるとは。葵が目立つおかげで、毎日顔合わせてる歩夢や桃香に類が及ばない構図。先生のネクタイを直した後、肩を控えめにポンポンと叩く姿が胴に入ってる女。自分のセールスポイントを理解している女。開催期間が集中するのは、イベント内期間の穴埋めという性質上、たまたま起こった現象なんだろうけど、前回のは反響読んで狙ってやったところもありそう。なんで数セリフだけでこんなキャラなってんだよ。なんか妙に距離が近くてドキドキする。桃井、緑、葵。よく考えたら同じイベント内容で、優香でもやってもいいんじゃ。一応セミナーだし、他校の生徒に総決算までやってもらうのはっていう、高度な判断だよ。
あんまり外の組織の人に依存するのも悪いし、セミナーは忙しいでしょ。そんなに何回も総決算することってある？仮眠室でしょ。先生と、寝たんでしょ。悪魔が。小雪、いつになったら本気出すのよ。先生としっぽりずっぽりする口実でしょ。悪魔が。よく考えたら、同じイベント内容でかやでもやってもいいんじゃ。は？超人に雑務を？的確にセミナーの二人にだけ、クリティカルなダメージを与える悪魔。青いママにひどいこと言わないでください。小雪？小雪？シャーレの総決算ウィズ連邦生徒会。2023年12月31日21時から、2024年1月3日21時。特に最終編後の優香は、リオの仕事引き継ぎで、忙しくてあまり負担をかけさせたくないからね。優香は休んでてね。金、物、葵、全部欲しいやん。父先生、母葵、娘アリス、自分をアリスの母と思い込んでいるかわいそうな女優香。神して、優逆やめろ。いつもあの人のフォローしてくれて、感謝するわ優香さん。これ禁止カードにしろ。バカにして、これロボアニメの絶戦みたいで好き。お前のせいで、優香が浪川越えで再生されただろ。総決算と総決算が固まってた時は、お帰りって言う葵と、行ってらっしゃいって言う葵を選べてすごくお得だった。もしかしたら幻聴だったかもしれないけど、似たようなことは絶対言ってた。キキキ。ミレニアムが崩壊していくのを眺めるのは愉快だな。イロハ。イロハ？釣り猫マリマユイ。マリーと同じ強みを持ってる。上っ面の清楚の下に、ドロドロのむっつり感あるよな。水見識したら絶対同じ念能力だわ。消しかけた小雪が普通に団らんしてる概念好き。特に接点なさそうなのに、優香のついでに脳破壊されるイロハ。あの怪文書は大変良かった。どんなキャラか知らないから、このノリに乗れない。あの人って言うな。席入れてる余裕みたいのを感じる。いつもあの人を適度に休憩させてくれて感謝するわ、イロハさん。連邦生徒会からしたら、ミレニアム会計の優香は戸様なんだよね。シャーレの決算に、連邦生徒会の財務室が関わるのは、ごく自然なことでは？それでも、イベント的には通ってるのは、むしろこっちなのに、なんか通い妻が似合う女。総決算アイテムが電卓なの煽り力高い。もう、あの人はしょうがないんだから。クリスマスに総決算したかった。悪魔が、早く帰ってきてくれ。もう来ないで。年末といえば総決算だよな。現実の決算時期に合わせなさいよ。バカにして。最低でも、一月に一回くらいのペースで来てほしい。うすうす気づいてたけど、多分先生の生死を総決算しに来てるよねこの人。